石川康春は、日本の実業家。学位は経営管理修士。公益財団法人石川文化、振興財団理事長。有限会社クロスカンパニー社長。株式会社クロスカンパニー社長。株式会社ストライプインターナショナル社長。内閣不段所とも堂さんが会議議員を歴任した。2014年10月3日、内閣不段所とも堂さんが推進連携会議の 全体会合にて、日部の資本を務めていた祖母の影響で服に興味を持ち始め、中学時代からお小遣いやお年玉をほぼ洋服に使っていたが、中学2年の時に行きつけの服屋の店員に、そんなに洋服が好きなら洋服屋になればいいと言われ、その言葉がきっかけとなり、将来アパレル一本でやっていくことを決める。岡山県立岡山南高等学校卒業後、 専門学校に進学、卒業後は紳士服チェーンに就職。給料はなるべく使わず、ボーナスは全額貯金、入社して2年半後に退社する。創業当時、所持金は企業のために貯めた300万円だけで、これを資金として4坪の店をオープン。店の内装は可能な限り自力で行っていた。また、創業当時は、 ヨーロッパで買い付けをして販売するレディースのセレクトショップを展開しており、初年度には売上が4000万円、翌年には1億円、3年目で2億円と順調に業績を伸ばした。企業を経営する傍ら、2008年に岡山大学経済学部経済学科に社会人入試で入学、後卒業、2018年京都大学大学院、経営学修士課程を修了。 2013年11月、企業家表彰制度、アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン2013のナショナル・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門入賞。2013年度日本代表に選出。2019年9月28日根治法賞を受賞。2018年12月、複数の女性社員やスタッフへのセクハラ行為をしたとして、ストライプ・インターナショナルの臨時サモ問会が開かれた。 ラインによる食事やホテルへの誘いに関して、サモン会では従業員とのコミュニケーションの距離感が近すぎるという理由で厳重注意した。2020年3月にストライプインターナショナルの代表取締役社長を辞任した。2014年3月、総理大臣官邸にて1994年に有限会社としてクロスカンパニーを創業、株式会社化を経て、 ストライプインターナショナルに改装。1999年に独自ブランドであるアースミュージックエコロジーを立ち上げる。また、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会の賛同者の一人に名を連ね、2012年3月より内閣府の男女とも産が推進連携会議において議員を務めるなど男女とも産がに取り組む。第四次、安倍政権においては、 重要政策に関する会議の一つとして、位置づけられる男女とも堂さんが会議の議員に任命されることになり、2019年3月に正式就任した。現在は、公益財団法人石川文化振興財団の理事長として、地元岡山の地域活性化と経済振興のために事業を通して様々な貢献活動をしている。男女とも堂さんがの取り組みについて、 公演2019年9月6日、講演会、アートと岡山から何を学ぶかにて、ありがとうございます。